ポートです。この時期になると店先に並ぶチョコレートなどのお菓子、お菓子を前にすると子供のみならず大人も胸を弾ませます。戦後を生き抜いた沖縄の人々にとってもお菓子は幸せなひとときをもたらしてくれました。終戦直後、県民の衣食住はアメリカ軍政府の援助に頼っていましたが、あらゆる日用雑貨が不足し、戦火と呼ばれるアメリカ軍物資の窃盗が横行、さらに密貿易も盛んに行われていました。そんな困窮する生活の中、子どもたちは甘いお菓子を口にするため知恵を働かせたのです。ガムあります。ガムはもらうから米軍からもらうとか、子供ですからね、義務見えたらあげるんですよ。このフェンスの中から投げてあげたりで、そういうのを恐怖で。教会がありますよね。教会に行けばチョコレートとかガムが一つずつもらえるんですよ。それを目当てに行った覚えありますね。1950年、日本本土や外国との自由な貿易が県民に認められるようになると、お年寄りから商売の素人までこぞって LC をオープンさせ、正規のルートでさまざまな物資が沖縄の市場に入ってくるようになりました。その中にはチョコレートやキャンディーなどの豊富な外国のお菓子も含まれていました。お菓子は最初は外国からですよ。ハーシーとかね、ハーシーはココアもあるし、いろんなのもあるし、輸入して、その頃にこのお菓子の美味しかったことはね、忘れられない。 今でも覚えてます。チョコレートがトロンと溶けてね、なんとも言えない。大城さんは現在の平和通り、闇市のあった喜楽マーケットに夫婦で店を構え、外国からチョコレートなどのお菓子を輸入していました。大城さんの店には豊富な輸入菓子を仕入れに、コザや与那原、遠くはやんばるまで昼夜を問わず多くの業者が訪れました。すっかり沖縄で定着した輸入菓子は、本土に渡った家族にも送られるようになりました。当時はですね、缶詰、紅茶とかコーヒーをバッグにして、郵便局のバッグに入れてですね、学費を、これを売って学費を補うためにっていう人たちもいまして、たまたまこっち通ってくると、これで私たち学校で、なんですかね、費用を出してね、お父さんお母さんからこれもらったのよっていう人いますよ、いっぱい。復帰前に数年間本土で暮らしていた知念さんは、友人に親が送ってきた輸入菓子を配ると羨望の的となりました。その当時は本土でも外国のお菓子なんていうのはあまり口にすることも目にすることもないですから、みんなびっくりしましたね、それを差し上げると。キャンディーレイもそういう時代背景があって生まれたんですね。ですから世界各国から各国のお菓子をこう詰めて、でそれにお餅まで入ってたんですよ。知念さんが考案したチョコレートなどのさまざまな輸入菓子をセロハンとリボンで包んだキャンディーレイ、1975年本土復帰を記念するとともに、沖縄の復興経済振興を目的として開催された沖縄国際海洋博覧会では、アメリカパビリオンのブースや那覇空港にも置かれ、観光土産として観光客のみならず県民にも人気を博しました。しかし時代の流れとともに、お茶の間に置かれていた輸入菓子は次第に日本製のお菓子に取って代わっていきました。本土復帰してしまうと、今度は輸入菓子が少なくなったんですよ。でそれだけ流通の凄さっていうか、LC オープンで LC のあるそういったものが壁がなくなってしまったから、どん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 安く入ってきたと。観光立県として花開いた沖縄、好調な伸びを示す観光の一翼を担う土産として、注目は沖縄の伝統的なお菓子へと集まり、輸入菓子はその一端へと追いやられていきました。
それでも占領統治下という逆境を生き抜いた人々に夢を与え、子供たちに笑顔をもたらしてくれたのは紛れもなくあの外国のお菓子の味でした。お菓子もすごい、はい、チョコとかね、そうね、あの缶に入ったビスケットとか、もうその頃はそういったので育ったみたいな感じ。何度かもらって最高でした。あれでもう救われましたね。履く靴もない裸足で学校行った頃ですのでね。戦争がなければこういうことはまたね、自分たちでやったかどうか分かりませんけどね、自分の仕事としてお菓子が輸入できたら子供たちには食べさせてあげられるっていう、ね、それが一つの考えだったと思います。1950年、沖縄の市場に外国のお菓子が輸入され始めました。チョコレートにも歴史がある。